こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。今回は日本海軍の潜水艦E-19による米空母ワスプ撃沈を取り上げるぜ。へえ、空母撃沈なんてすごいじゃない。日本の潜水艦ってドイツの U ボートに比べるとあまり活躍できなかったってイメージがあったから驚きね。確かに、日本海軍の潜水艦は司令部の方針により、ドイツのように積極的な通商破壊に投入されることがなかったし、連合軍の対戦兵器も優れていたことから、特に戦争後半になると撃沈される艦も多かった。だから、霊夢みたいなイメージを持っている人もいるかもしれないな。でも、中には大活躍した艦もあるんだぜ。特に今回紹介する E-19 戦は、一度の雷撃で空母をはじめ、戦艦、駆逐艦を3隻一遍に撃沈、撃破するっていう驚異的な大戦果を挙げたんだ。たった一度で3隻も。確かにそれはすごいわね。一回の雷撃でこれほどの大戦果を挙げるのは、世界の潜水艦戦士の中でもレアケース。まさに奇跡的と言える。それじゃあ、E-19戦はいかにして、世界一とも言える大戦果を挙げたのか、詳しく見ていくぜ。E-19戦、ソロモンへ。E-19戦がワスプ撃沈の戦果を挙げたのは1942年9月15日のことだ。この日、E-19戦を含む9隻の日本潜水艦は、ソロモン諸島サンクリストバル島、現在のマキラ島、南東100海里の3海戦につき、敵艦隊への網を張っていた。3海戦ってあれよね。潜水艦を並べて敵を待ち構えるっていうやつ。3海戦は、敵艦が来そうな予想進路に一定間隔で潜水艦を並べ、その名の通り一本の線のようにして待ち伏せる戦術で、日本海軍でよく用いられていたものだ。この頃、ソロモン諸島では8月に始まったガダルカナル島をめぐる陸海空での攻防が続いていた。6月にはミッドウェー海戦で機動部隊が大打撃を受けており、戦況は予断を許さない中、ガ島に進出してくる敵艦隊を捕捉攻撃すべく、E-19戦もソロモンの海へと派遣されることになったんだ。ミッドウェイでは日本の空母がたくさんやられているから、ここでなんとか敵空母を仕留めたいところよね。当時、周辺の海域では、サラトガ、ホーネット、ワスプの3隻の米空母が活動していた。出撃時、E-19の乗員らは、目標はあくまでも戦艦や空母で、下手に小物に手を出して、自分の所在を敵に教えるような失態は避けなければならないと考えていたようだ。E-19は、8月15日に横須賀を出港。ソロモン海域は、昼間は海水温が28度を超え、潜航中は艦内温度もかなり上昇する。それでも、敵に見つからないよう浮上するのは夜間だけで、乗員たちは出航してから昼間の空を何日も見ていないという状態。艦の士気も沈滞気味であったそうだ。潜水艦乗員は過酷な環境で戦っていたと聞くけれど、こういう困難を耐えたからこそ、ワスプという大物を仕留められたのね。ここで、潜水艦E-19について少し解説しておこう。E-19戦は異号潜水艦のうち、純潜乙型と言われるタイプの潜水艦だ。量産に適する設計になっているのが特徴で、航空機も搭載できる。推定があると航空偵察ができるから便利よね。E-19はソロモンでも敵地の偵察を実施しているぜ。魚雷の搭載数は17本。発射艦は艦首に6門だ。ということは、一度に発射できるのは6本か。この6本を3隻に命中させたってわけね。そういうことだな。それじゃ、次はいよいよ E-19戦とワスプとの遭遇だな。なんだか私まで緊張してきたわ。米空母ワスプ襲撃と予想外の大戦果。E-19戦がワスプを発見したのは9月15日午後1時50分日本時間午前10時50分のことだ。E-19ではすでに1時間ほど前、朝食が済んでしばらくした頃に超音室から集団音が聞こえますとの報告が入っており、水中超音によって敵艦隊の接近を察知していた。総員配置につけの号令とともに、艦は浅い深度へと浮上する。潜望鏡で周囲を観測。ついに距離1万5000メートルで空母ワスプを機関とする米第18任務部隊を発見した。幸い、ワスプは E-19の存在に気づいていないらしく、近くに敵がいるとも知らずに航空機の発着艦作業を始めていた。絶好の機会が巡ってきたってことね。E-19艦長の木梨隆和少佐は魚雷戦を加齢。木梨少佐は、インド洋の通商破壊船や欧州へ向かう舷毒潜水艦の艦長としても活躍し、名潜水艦長として知られる人物だ。酒の席では死ぬときゃ一緒だよが口癖で、部下一人一人を捕まえて、よく言っていたそうだが、心情がこもっているせいか、嫌な感じはしなかったという。戦死後、2階級特進したときには艦長が授与され、その武功抜群なりと全軍に布告された。すごい艦長さんね。こういう人だから、E-19も戦果を挙げられたんでしょうね。敵の機動部隊、航空母艦を襲撃する。木梨艦長の言葉に艦内は湧き上がった。
実は、イ19では数日前にも敵艦隊と遭遇したものの、取り逃がすという出来事があり、乗員たちには歯がゆさとともに、今度こそは、という思いが募っていたんだ。イ19船は敵に気づかれないよう接近を続ける。そして、ついに午後2時45分日本時間午前11時45分、絶好の射点に着くと、900メートルの距離から救護式酸素魚雷6本を発射した。このうち、3本がワスプの右舷全部に命中。弾薬庫、ガソリン庫に火がついたワスプでは、格納庫や甲板で大爆発大火災が起きた。日本海軍が誇る酸素魚雷の威力炸裂ね。だが、イ19の活躍はこれで終わりじゃないぜ。ワスプを外れた3本の魚雷はそのまま進むと、数分後、北北東約9キロ先にいた空母ホーネットを中心とする第17任務部隊へと到達。1本が戦艦ノースカロライナに命中。残る2本は駆逐艦オブライエンへと接近。オブライエンは1本を回避したものの、もう1本が命中した。ちょっと待って。3隻まとめて魚雷を命中させたのって、ワスプと一緒のところにいた艦艇じゃなかったのね。10キロ近く離れた位置にいる敵艦にまで命中するなんて、さらにすごいことじゃない。ノースカロライナとオブライエンへの命中は全くの偶然と言えるが、それにしてもすごい戦果だな。まさに奇跡ね。酸素魚雷といえば、並外れた長射程も特徴の一つだが、ここではその進化が発揮されたと言える。爆発により消火設備が破壊されたワスプは、火災に手がつけられなくなり、飛来から30分後、フォレストシャーマン艦長より総員退艦が命じられ、最終的には味方駆逐艦により雷撃処分されている。ノースカロライナとオブライエンは修理のため後方に向かったものの、オブライエンは帰り着くことができず、10月19日に沈没。ノースカロライナも修理のため半年を費やしている。米軍は艦隊を襲った2隻の潜水艦を探し求めたが、イ19は雷撃後、深度80メートルへと潜航。80発を超えたと言われる敵の爆雷攻撃もしのいで、無事、戦場から離脱に成功しているぜ。ただ、この時イ19が爆雷の爆発と思っていた中には、ワスプで起きていた誘爆も混じっていたから、実際に米軍が投下したのは30発程度だったということだ。それでも、無事脱出できて安心したわ。イ19は日が落ちるのを待って浮上。乗員たちは赤飯の缶詰と冷酒、だしじゃこで祝杯をあげたということだ。なぜ、だしじゃこ？艦内にあったお頭付きの食材がこれだけだったからだそうだ。なるほどね。ところで、もしかすると、イ19船って自分がワスプ以外にも戦艦と駆逐艦に魚雷を当てたことに気づいてなかったんじゃないの？そうだな。イ19もまさか時間がワスプの他に2隻も魚雷を命中させたとは思っておらず、このことが明らかになったのは戦後になってからだった。せっかくの大活躍なのに、ちょっともったいないわね。戦後の調査で、この日、この海域にいた潜水艦がイ19、ただ一隻だと知った米軍は大いに驚いたというぜ。イ19船による世界的にも稀な大戦果は、確かに偶然が味方した部分も大きい。しかし、何よりも、過酷な戦場で辛抱強く敵艦を探し求め、見事雷撃を成功させた木梨艦長とイ19乗員たちの苦労と努力の賜物と言えるだろう。あまり活躍できなかったと思われている日本潜水艦の中にも、こんなすごい功績を残した艦があったのね。日本の潜水艦はもともと艦隊決戦を志向してただけあって、大物食いで、他にも空母やら巡洋艦やらを沈めた例があるんだ。また別の機会には、そういう話も取り上げていきたいと思うぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは第二次大戦の戦士や兵器について解説していきます。興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画がいいと思った方は、高評価もお願いするんだぜ。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。